隣接組の入れる、あ、入れる。よ、みんな元気？捜査組の方行ってきたよ。よ、久しぶりやな、なんか。J の帰還だ！いや、迎え入れてくれるんやね。おお。どうだった？捜査組の奴らみんなクズだったろ。いや、全然そんなことなかったよ。彼らも人間でしたよ。そんなことなかったです。でも、偉そうじゃなかった？例えば、お前ら素人は、とか、言ってたね、そういうことは。選別組の仕事は誰でもできるとか。確かに言ってたな。捜査組って実際どんな感じなんだ？捜査組のどこの話ですか？オフィスだよ。俺は一度も行ったことないし、写真でも見たことない。だよね。全然知らない場所だよ。全く知らんねやな。え、私ちゃんと説明したと思いますけど。いやー、その、しんかちゃんの説明じゃいまいちわからなくて、じゃあ僕の説明でわからんやろ。そんな？ちゃんと説明したのに。暗くて不気味で、モニターがいっぱいで、そんなんじゃ何もわかんないよ。だって本当にそんな感じですし。さあさあ、ジェイさん、どんな場所か教えてちょうだいよ。どれでもええな。大きなガラスにモニターが表示される。マジで何でもええわ。棚上げの制御室に上がるエレベーターがありました。オフィスの中に？かっこいいな。他は？天井がかなり高いです。へえ、金かかってそうだね。うちらの負けだね。うちの天井低いもん。その天井にやばいもんがぶら下がってるんですけどね。大きなガラスにモニターが表示させられてます。そんなのがあるの？確かに向こうのがハイテクやね。大きいってどれぐらいだ？オフィスデスクの6、7個ぐらいの大きさでしたね。でっか！そんなの絶対に高いだろう。それだけ？以上ですね。いろいろあったやん。僕たちが面接した奴らが一列に並んでるとかそういうなんか、物みたいな扱いされてるとかあったやん。聞いても想像できないな。とりあえず、うちらみたいな平凡なオフィスとは全然違うみたいだね。もうそれぐらいにしてください。なんだよ、タイミーは捜索便に興味がないのか？ J は観光ではなく研修をしに行ったんです。それもそうか。じゃあ、捜索で何か起きなかった？こうやって言っていいんかな？人の話を。かなり大きな事故が起きました。事故？これ言うと、またなんか、ほうちゃんごちゃごちゃ言ってきそうやな。だからあかんねんって。だから捜索見あかんねんって言ってきそう。言っていいんかな？まあ、情報共有大事か。セラー全体は故障し、マイナーに怪我人が出ました。大変そうだな。やっぱあいつら、ちゃんと仕事してないじゃん。悪い風にしか解釈しひんな。こいつら。そうだよ。昨日のあの襲撃者も家族かセラーの事故で亡くなったから。ちょっと熱入れるか。待ってください。彼らの仕事の問題だと思っているんですか？当たり前だろ。彼らの仕事はセラーのメンテナンスなのに、セラーで頻繁に事故が起きてるのはおかしいじゃないか。なんだ？逆にセラーで頻繁に起こる事故は誰のせいだと思っているんだ？上層部がお金を出してくれないからだと言ってました。ははは。本当にそんなこと言ってるのかよ。態度悪。あのね、捜索部の給料は全工場で一番なんだ。予算は全部彼らの懐に入ってるだけなんだよ。わあ、なんか陰謀論とかにハマってそう、ほうちゃん。ジェイ、給料のことは分かってましたか？なんか聞いたことある。それとこれとは別の話じゃん。そういうレベルの金の話じゃないんよ。なあ、彼らの給料と修理予算は何の関係があんの？大ありだよ。説明しましょう、はい。サイレントの活気予算は本社が決めています。もちろんそれはサイレントの売り上げによって変動します。でも各部門に割り当てられた予算は必要経費を除けばほとんどを自由に分配できます。はい。つまり各部門が大きな裁量権を持っているってことは、修理せず予算を給料に割り当てると決めたのは彼らだ。その上で修理予算を増やそうと申請してるってわけだ。あのクソチーフがなんか悪いことしてるんかな。
俺らの給料を上げて機材の修理はええやみたいな。たとえ上層部が本当に部門の予算を増やしたとしても彼らは自分の賃金を上げることに使うだろうね。奴らの巧みな話に騙されちゃダメだよ。ええ、捜査組は他者を思いやれない人ばかりです。そんなことはなかったよ。彼らはそんな悪い人だとは思いません。そんな悪い奴らがバイナーのことを思って上司をぶん殴るわけないやん。セラさんのあの勇敢な行動を君たちが見せてあげたいね。別に悪い奴らだとは言ってないよ。彼らは嫌いだけど別に悪い奴じゃないことは分かってる。彼らの問題はね、タイミンの言う通り他人を思いやれないことなんだよ。いやーなあ、彼らの何を知ってんねん。ほうちゃんはつまり石頭ってこと。彼らは自身の給料を他の工場と同じ額にすべきだと思ってるだけなんだ。ほら、別に間違ってないだろ。彼らの給料も別に破格な額じゃないんだ。でも彼らにその額を払えば修理予算は減る。これが事実なんだ。それなら彼らのせいとは言えないと思います。別に彼らのせいだとは言ってないよ。さっきも言った通り、別に彼らは悪い奴らだとは思ってない。確かに今のサイレントの設備不良はマンションの経営者たちが起こした問題だ。そういった問題を僕たちみたいな一般社員に、職員に背負わせるべきではないけど、彼らが給料の増額をやめれば設備の修理予算は捻出できるはずなんだ。できるか？全然金足りひんと思うけど、そんな社員の給料を減らしたぐらいで。なのに彼らはそれを考えもしない。でも確かになんか給料の話は出えへんだな。確かに彼らに責任はないけど、多少の理不尽を受け入れれば多くの人を助けられるはずだ。それでも彼らは利益を取ることを選んだ。そして俺らに皮肉や説教をしてくる。それではあなたたちが捜索部の立場だったらその責任を負いますか？ちょっと待ってよ。もう一度言うけど、別に彼らが間違ったことを知れとは言ってないよ。じゃあ文句言うなや。ほうちゃん。そもそも彼らがその責任を負う義務はないし。それでさっきの質問の答えだけどさ、選別組のみんなは多少なりとも責任を負おうとしている。選別組の予算のほとんどが供給者の待遇に使われてるんだ。そうなんや。でもあいつらはさ、捜査組の人らはここ閉めようとしてるで。閉鎖しようとしてるけど、一応3年は安泰らしいけど、そっから先仕事なくなってもええっていう格好で閉鎖しようとしてるけど、その件どうなん？知らんの？おーちゃん。兄ちゃんは予算が削減されると今年のボーナスを自ら放棄しないかって匿名投票をするんだ。へえ。匿名だからボーナスを放棄してまで供給者を助けたがってるのが誰かなんてわからないけど。放棄する人が大半なんだ。まあそれは偉いね。ましてや僕たちの給料は捜査組よりずっと低いからね。何を言われようと選別組や捜査組とは違う選択をしている。博愛精神が行き過ぎてませんか？言い過ぎやな。皮肉ってほどではありませんが、私たちのやってることは愚かだと思ってるのは間違いありません。まあそれが偽善に見えるんやろうな。さっきの捜査組のさっきの紙幣陽君とかは給料を減らしてバイナーの待遇良くしてるからこっちの方が偉いぞ言われてもなんかなって思うんやろね、捜査組からしたら。面接組のこの人らはあれやね、直接マイナーと話してそういう寄り添ったりしてるからそういう気持ちが高いんやろな。自分の給料を減らしてでも助けてあげたいっていう気持ちもあるし、なんか健康状態悪いけど助けてあげたいから供給に送り込もうってなっちゃうんやろね。それがでも捜索日から見たら偽善に見えんねやろうな。やっぱお互いのことを知らんからなんか文句言い合ってしまってるっていう状態になってるんやと思うな。僕が彼らを嫌う理由は分かっただろう。まあなんかお互い見てるところが違うんやと思う。マイナーに対する見方が違うんやと思うな。捜査組はマイナーの命を見てて、選別組のこの人らはマイナーのなんか人生観、人生を見てるみたいな。なんかうまいこと言えてるかわからないけど、そんな気するわ。僕たちはただいいことをしたいだけなんだ。
別に僕らと同じことをしろだなんて要求していない。なのになんでいつも彼らにあんな皮肉を言わなきゃいけないんだ。シカちゃん、なんか言うことある？私はまさかまた選別組の肩を持つとか。違います。シンカさん、そうやって仲を取り持とうとする行為は逆に問題の助長になりますよ。仲取り持つのがあかんの？私まだ何も言ってないのに。とりあえずこれが全てだよ。で、なんでまたこんな話になったんだっけ？あなたたちのせいですよ。あ、ごめんごめん。こういう重い話はやめましょう。そうだね。また雑談か？すいません、話し込んでました。りょうさん？イエホン、頼んだ仕事はまだか？はい、まもなく。それと、マネージャーならもうオフィスに戻ってるぞ。かなり機嫌が悪そうだけどな。絶対パワハラされますやん。どうしてですか？さあ、多分本社の捜査員のせいだろう。先のスキャンしてる女ね。捜査員？黒服の男のことか？誰？そんなやついた？そうだ、シンホン。言われなくても出すからちょっと待って。今は他のことで忙しいから後にして。それは。締め切りまで時間はあるはずだ。仕事を順番ぐらい自分で決めてもいいだろう。反抗するね。好きにしろ。そうだ、タイミン。ちょっと聞きたいことがあるんだ。何ですか？俺の席に来てくれるか？わかりました。じゃあ僕もリョウさんに頼まれた仕事を仕上げるか。他に何かある？ああ、これ聞く？また空気悪くなって気がするけど。ノルマのために不合格の候補者をパスさせる人はいますか？え？ああ、選別組の話？こんなの聞いて大丈夫なのか。どうして急にそれを？噂で聞きました。本当？まあ、僕の知る限り選別組にそんな悪い人はいないと思うよ。いや、いたわ。あ、カイ君。久しぶりにできた。カイシュー。あれ、名前カイキューじゃなかったっけ？カイシューに変わってる。あいつ、そっか、あいつクズやったんや。マネージャーにクソ怒られてて反抗したいけど。そういうことしてたんやね。そりゃマネージャーから怒られるわな。元気してっかな、あいつ。ジュース買ってあげた人。カイシューならやりかねないけど、昨日クビにされたしな。クビというより異動だけどな。まあ俺は面接官じゃないからノーコメントで。ああ、ほうちゃん違うんや。面接官ちゃうんやね。多分シンホンかタイミン聞いた方がいいよ。じゃあ僕は仕事の続きをするから。また後で。なんか、あんまりすっきり話終わらへんだな。まあまあ、もうちょっと話進める？ちょっと今日は長めの動画になっちゃうかもしれんけど。まあ区切りが良くない気がする。あ、ジェイか？どうかしたか？いるノルマ達成のたびに選別の基準を無く判定する人から聞きました。二人とも明らかに嫌な顔をした。捜査組の人から聞いたのですか？まあ正直に答えよう。そうだろうなと思いまして。彼らがこのようなデマを流しているのを見たので。それにあなたは捜査組から帰ってきたばかりでしょ。でどうの答えてよ。事実無根のデマ話ですね。右に同じだ。左ね。ちょっと細かいこと言うけど、左ね。俺が知る限り、そんなことをする人はいない。いるかもしれんや。でも裏でしてる人がいるかもしれません。いえ、その可能性ありません。そんなことをしても意味がないからです。意味がない。確かに私たちはノルマを達成できないと処罰を受けます。でもノルマを超えたところでボーナスもないですし、恩恵がありません。でもクビになるかもしれんや、ノルマ超えられへんから。それでもな、適当にやる人いるかもしれんで。確かに最近、リンさんがノルマに追われてるって聞いた。リンさんって誰やったっけ？だが、それも体調を崩して休暇を取ったからだ。それにリンさんももうすぐでノルマを達成できるはずです。普通に熟していればノルマクリアなんて大して難しくありません。むしろ私たちは供給効率が低い人と契約すると警告処分を食らいます。私たちにとって不合格に値する人との契約はデメリットしかありません。そうそう、
なんでこんな噂流れてるんや。捜査組から流れたんじゃないか。考えてみれば、そんな誤解されるのも俺たちがよく選別条件のレッドラインに挑戦するからだよな。レッドライン。え、なにギリギリ攻めてんの。レッドライン。健康基準とかな。いや、誤解しないでくれ。レッドライン調整すると言っても、規則を破るわけではないんだ。規則を破りさえしなければ、ええと思ってる感覚ちょっと怖いねんけど。いくつかの基準をちょっとだけ満たしてない人と契約するだけだ。もうアウトやん。ここにいました。ここに適当に仕事をしてる人いました。この人です、犯人。どうしてそんなことを。供給に来る奴らがみんな仕事に困ってるのはわかるよな。彼らは藁にもすがる思えてここに来るんだよ。これやな。捜査組と選別組の、感覚の差。実際に、相手と話してるかどうかやね。俺たちが彼らを間近で観察し、問題ないと判断すれば通す場合もある。その結果、その人の死ぬ確率が上がってねえぞ。確かにそんなことをしてたら、捜査組の仕事を増やすことになりますね。そうか？え、進化さんから聞いた話ですが、彼らは各供給者のパラメータを調整するらしいです。あ、そんなことしてるんや。完全に規定に沿う人であれば、メインネットワークにそのまま入れるだけで済むそうです。ですが、規定にそぐわない人は、例外の処置を必要とするそうです。進化さんも言ってたじゃないですか。エンジニアは例外が大嫌いだって。つまり彼らは仕事が増えてから気に食わないってことか。分かってへんねんな、現状。もうパンパンなんですよ、地下は。供給者で。おそらく。おそらくとか言っても予想で喋るのやめよう。一回下の人だと、一堂に集まって会議しようや。別に理解はできるけどよ。だからって生活に困ってる人を路頭に回せるのは違うだろう。それで死ぬ確率上がってんねんけどな。それを知らんねやろな、この人ら。私たち両組はそれぞれの道を選びました。こうなるのは分かっていたはずですよ。そうだけどよ。とにかくあれはただのデマだから気にするな。デマじゃなかったんやけどな。今デマじゃないってことをシンホン自ら言ったんやけどな。話を聞いた限りだと。いやー、とりあえずありがとうございますって言っとく？いやー、言うか。そう言われるのも仕方がないよな。でも言っとくか、シリのために選別基準を甘く判定する人はいないはずだ。まあそういう人はいいひんねんな、どうやら。まあカイ君はちょっと微妙やけど。別に俺らが高尚な人間だからってわけじゃない。システム的にメリットがないからだ。その通りです。じゃあ俺は仕事に戻る。また後でな。まあ帰らないの優しさのせいで基準を甘くして通しちゃうってことが結構あるんか。で、大体そういう甘い基準で通してしまった人が事故っちゃうんやろうな。いやー、ちょっと良くないっすよ、新本郷、それは。ちょっと捜査組の方がかわいそうに見えてきた。別に、悪くはないんやけどさ、ここら辺の人らも。ただちょっと、やっぱ認識の違いがあるよな。よ。あ、喋りかけられ。あ、はい。どうした？もう終わろうとしたんやけど。タイミングちょっと待ってくれ。先に処理したいことがある。え、あ、はい。どうしたなかった？なんか問題？勝手に申請しただって？昇進のためのただの社内研修だ。申し込んだだけで昇進できるかお前次第だ。俺が昇進を望まない可能性は考えないのか？向上心がないと思っていたが、まさかそこまでとは。なんだって？これは俺の人生だ。口出ししないでくれ。口を出したいわけじゃない。ただ、研修を申し込んだだけで、それはちょっとやりすぎやな。同じことだろ。行く気がないなら取り消せばいい。だがせっかくのチャンスを無駄にするな。あんたな。俺はこの仕事が嫌いって何度も言っただろ。この仕事はたくさんの人を傷つける。お前いつになったら大人になるんだ。りょうさんもついに怒り出したか。このご時世満足に食える仕事なんてほとんど残ってないぞ。それにこの仕事は殺人を犯してるわけじゃない。一体何が不満なんだ。それは問題から目を背けてるだけだ。
あんたはいつも自分のことしか考えていない。俺が自分のことしか考えていないだと、まあミスター政治的には新法のことを考えてるんやろ。そうだ、いつもみたいに大声でごまかして、おばさんさえ助けなかったあんたなんて、新法、それとこれとは別の話だ。もう何度もお前に話したはずだ。俺にとって一番大事なのはお前だ。本当に俺が大事なら、なんでいつも否定してばかりで認めてくれないんだ。いい加減、認めてくれよ。あんたはただ俺に自分が望んだ通りに生きてほしいだけだ。俺の考えなんて、ちっとも気にしちゃいない。認めろというのであれば、今日は本音で話そう。俺がお前を大事に思っているのは確かだ。だが、お前を信用しているわけではない。お前は自分の行動を深く考えていない。そのままでは結局傷つくだけだ。お前はまだ若いから傷つくのなんて怖くないと思っているのだろう。社会のため、他人のためなら多少の犠牲も厭わないと。だが、それは傷ついたことがないから言えることだ。自分のために生きることが悪だと勘違いしているんだ。お前は何も分かっちゃいない。だから俺がお前のために行動するんだ。何があったとしても俺の責任にすればいい。それでいい人生が歩めるなら、別にそれでも構わない。そんなの、望んじゃいない。分かっている。俺もこのままお前と喧嘩し続けたいわけではない。だから、今日で話をつけるべきだ。お前ももう大人だ。何をしようとお前の自由だ。だからこそ、俺はこういうやり方をし続けるしかない。たとえお前に利己的だと思われても、俺はお前を否定し続ける。俺があんたを嫌いになるとしてもか。そうだ。やっぱりそうだ。結局あんたは俺のことなんてどうでもいいんだ。俺の話を聞いてもなおそう思うのなら、それでいい。もう話すことはない。それでいい？それでいいってどういうことだよ！また結論が出ないからって勝手に話を終わせるのか？なんでなんだよ！なぜ俺から逃げるんだ！シンホン、お前は何を求めている？俺は自分が頑固じじいだと認めた。だがお前の考えを認めることはできない。この状況で、まだ何を話す必要がある。俺は別に、認めてほしいわけじゃない。ただ、否定をやめてほしいだけだ。それすらも、難しいことなのか。俺は、否定していない。お前のその考えは、人として素晴らしいし、お前はいい子だ。他人が苦しむのを見たくない。人助けをしたい気持ちもわかる。だったら、俺も同じなんだ。え、俺は、お前が思うほど利己的な人間じゃない。この業界を抱えている問題を理解しながらも、俺は自分なりに人助けをしているんだ。だが、それは、まだお前には言えない。俺のやり方は褒められたものではないからな。何を言ってるんだ。信じてくれ、シンホン。俺は、利己的な人間ではない。俺は、そんなことは、わかってるよ。俺はただ、ごめん。確かに俺は理想を掲げるばかりで実現できていない。だから、あんた否定されると少し過剰になってしまう。なんか EBGM までかかり始めた。ちょっと話長ない？あんたが俺のことを考えてくれているのはわかる。だけど、もう少し自由でありたい。あんたの意見を聞きたくないわけじゃない。俺を認める必要はないし、褒める必要もない。だけど、俺の成功を卑下しないでほしい。それと、俺の言う通りだったろうと言って、俺の失敗を馬鹿にしないでほしいだけなんだ。俺はただ、俺の選択を尊重してほしいだけなんだ。どんな結果であろうと、ちゃんと、受け止めるから。それだけなんだ。努力する。だが、それでいい。あんたに尊敬があるのなら、それでいい。ありがとう。勝手に研修に申し込んで、頭ごなしに考えを否定して、悪か。無理はしないでくれ。
言いたいことはちゃんとわかるからさ。はは。わかった。俺は、仕事に戻る。ああ。ジェダイ、いつまでそこで聞いてる。すいません。すいません。動けなかったです。なんか立ち去った方がええんかなと思ったんやけど、さっきから十字キーめっちゃ押してたんやけど、すいません。動けなかったんです。仕事がなくて、暇なのか。見逃すとちょっともったいないなと思って。お前な、いいから仕事に戻りなさい。はーい。行こうぜ。じいさんが目障りだってよ。ふん。なにじゃあ、さっきシンホンの株が下がったと思ったら、ちょっと応援したくなるやんけ。シンホン。ジェイ、ありがとう。ただ隣で聞いていただけですよ。はは。給湯室で俺の話を聞いてくれたおかげで、俺は本当に大事なものを気づけた。ああ、あのイベントをしてなかったら、仲直りできてなかったんかな。俺はりょうさんに、俺が正しいことを理解させないと、和解は不可能だと思っていた。だけど、ただ俺の考えを尊重してもらえばよかったんだ。意見が違くてもいい。だが、互いを否定しなければいいだけの話なんだ。いまいち、ピンとこないかもしれないが、本当にジェイのおかげなんだ。そんなこともあったな。ばあさんのオフィスに資料忘れた時も合わせて2回目ですね。そうだな。お前は、恩人だ。りょうさんは、俺の大事な家族だ。それだけは変わらない。だがそれと同時に、俺はずっと、彼に苦しめられてきた。今日をもって、その状況も変わるかもしれない。きっとそうなりますよ。ああ。俺もそう信じてる。さて、仕事へ戻らないとな。あ、後でご飯をおごらせてくれよ。じゃ、また後でな。ね、高級焼肉でお願いします。あはは、店を選ぶのは俺だ。仲良くなっちゃった。割と、シンホンやっぱ仕事に不誠実やんけ、畜生って思ってたら、全然関係ない角度でいい話持ってこられたんやけど。なんか、頑張ってください。なんか頑張ってください、二人とも。もうなんか、シンホンのことあんま悪く言えんくなったやん。ちょっと好きになってしまったやん。ちょっと嫌いになりかけたのにまた好きになってしまったやん。どうしたらええねん、この感覚。なあ、ほうちゃん。おやおや、どうしたの？パンちゃんが決戦の日が来るって、あ、そんなこと言ってたね。はぁ？パンちゃん、パンローのことだ。こっちはなんか認知してへんのじゃなかったっけ。わ、名前すら、パンちゃんのことすら知らんねや。パンローって誰？創作組のデブだ。デブ同士だからってお互いを知ってるわけじゃないからな。とにかく、そんな人知らないよ。人違いじゃない？これは伝えたことになるよな。伝えてって言われたんやったっけ。全く認知されてへんやん。ちょっと待って、一旦終わりたいんやけど、オートセーブ入ってへんから。お、パンちゃん。噂をすれば。もしもし？ジェイ？イエホンに決戦のことを伝えてくれた？伝えられたと思います。伝えました。彼はなんて？彼はあなたのことを覚えていませんでした。そう。もういいよ。落ち込んでる。坊ちゃんと友達になりたいんですか？いや、そんなことは。そうなの、友達になりたいの？自分では会いに行くべきです。だから違うって。いや、その、面倒なやつだ。でも、僕らはお互いに知らないし。誰だって最初は知らない間柄です。なんか当たり前のことを言われた気がする。は、そうですね。あはは。言いたいことはわかる。でも、どう話しかければいいかはわからないんだ。ああ、進化に紹介してもらうとか。ナイスアイデア。とにかく、もう少し考えてみるよ。ありがとう、ジェイ。ねえ、なんでこんな男の恋愛相談、男同士の恋愛相談しなかんの？それは、とにかく、また後でね。後で会う予定ってあったっけ？何これ。
え、ほうちゃんとパンちゃんのイベントあんの？これは困ったことですよ。じゃあババいる？久しぶりのババ。あ、オートセーブ入ったんで一旦休憩。さらば。